そろそろ行く。さあ、出発だね。よし、出るか。了解。レガリア見てるとオート思い出すな。ああ、形がオートっぽいよね。すごいよね、兄さんいるのに5人乗れるし。ね、外の車って乗った？狭いんだよ。うん、乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの。だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るか。ああ、ついている頃だろうな。あれ見て、あれね、有名なラバティオ火山のはず。はず？そういうの詳しいの？ジャレットから教わってたんだ。休憩しなくていいか。平気。真ん中疲れるでしょ。ブロンプトと変わっていいぞ。ううん、大丈夫、快適だよ。疲れたら言ってくれ。見てよあれ、飛行機士また来やがったか。一旦止めよう。ロクト。大丈夫だ、心配するな。行くつもりか、ロクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度あの基地の近くで作戦を練ろう。よく来たな。ここがクロー。あ、そろそろ行くか。ブランプト、行こうぜ。いこんなとこにまでいんのか。とことん占領する気ってこと？そこまでの軍勢には見えねえな。補給地点にするつもりだろう。叩いて損はない。
さてどうぞ。わかんねえよ。ノクトーてや今だ。任せろ。いい流れだ。お互いにな。さっさと先に行こうぜ。上機嫌だな。で、次の作戦は？帝国軍の巡哨を捉えよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか？帝国兵捕獲作戦開始。まったく、これだから傭兵上がりは連絡はまだつかないと。困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。捕らえ方は俺が指示する。奴に気づかれるな。大将もどういうつもりなんだか。アラネア巡哨に私を監視でもさせてるのか。先々で私と彼女を引き合わせてね。彼に言わせれば人間的に信頼できると。魔導兵なんぞを推進しておいてよく。レスタルムでは
気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいましたが、あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリモが王子を見つけ出さねばね。無駄な戦闘は控えろ。逃げるのが最優先だ。レスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいましたが、あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリモが王子を見つけ出さねばね。もう一度アラネア巡将に連絡を取りましょうか。君たちはここで待機。もし巡将が来たら奥へ通して。今だノクト、無駄な戦闘は控えろ。逃げるのが最優先だ。今だノクト、背後から近づいて奴を捕らえろ。言っておく。よくやった。この調子で行こう。作戦開始の合図だ。ノクト、二人と合流しろ。俺はカリブを移送する。よし、派手にやるか。Thank you.
そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんはメルダ省の人間に引き渡したんだが逃げられてしまったらしい。じゃあもう一回くらい会うかもな。そうですね。
時間もう終業、悪いけど帰るから。この後やったって一ギルにもなんないし、次また遊びましょう。可愛い王子さん。はあ、何だったんだあいつ。イリス無事かな。あそこなら大丈夫だろう。さっさと合流しようぜ。おかえり。やっつけたんだよね。まあな、心配はいらねえよ。あとでみんなの部屋寄ってもいいかな。じゃ出発しよう。ああ、それじゃあ出発。
相手の力を知れただけでも良しとしておこう。ロキってやつはそんなじゃなかったのに。あの時はコル将軍が仲間にいたからな。今回向いたら違ったのかな。もう一度手合わせ願いてえな。なんかの入り口っぽいね。この先になんかありそうな気がする。もしやここが話に聞いたマルマレームの森か。探し物が見つかるかもしれねえな。みんなオルティシエに行くんだよね。そのつもり。いいな。観光ってわけじゃねえよ。あ、そうだよね。イリス、どうかした？うん、いいななんてごめんね。みんなといたらなんか楽しくって。はあ、カイムに着いちゃうの寂しい。何言ってんだ。いつでも遊びに行くよね。うん。あれ、これ何の匂い？塩だ。海が近いようだな。うわ、綺麗。いい場所だな。うわ、景色最高だな。あー、このまま眠れそうだ。寝るのかよ。ねえ、大きな橋が見える。おお、立派なもんだ。この辺りは川の規模も大きいからな。橋から川も見えるかな。ご飯係、いつもイグニスなの？ああ。兄さん手伝わないの？お？おお。ノクトは？なあ、たまに。たまに？な、俺は手伝ってるよ。皿を出すとか。大変だね。着いたか？うん、ここイグニス、お疲れ様。あ、タルコット元気だといいな。狭かったな。それは悪うございました。冗談だろ、むくれんな。兄さんが大きすぎなんでしょ。立派な灯台だな。お、登ってみます？風は強そうだが。長、え、来たね。車の音がしたから迎えに来たよ。おお、ありがとう。一緒に旅ができて楽しかった。船は？じいじが整備してるよ。ただちょっと時間かかりそうでね。何か問題が？思ったより傷んでる。部品交換での修理がいるかな。修理か。まあしばらくじいじが泊まり込んで直すってさ。で、船の部品なんだけど、いろいろ調達するの頼まれてくれる？もちろん、構わない。あ、そうは言ってもね、オートのダスティンとモニカ、あの二人も調達を手伝ってくれて、もうだいぶ揃っては来てるんだ。さすがは元警護隊か。そんな二人が苦戦してるのがミスリルって珍しい鉱石。この辺じゃ取れないらしいんだ。あのオートから来た子が教えてくれて。タルコット？そうそう、オートの子は賢いんだね。まあ詳しいことは彼に聞いてみて。ああ、分かった。ジージは船着き場にいるよ。で、悪いね、私は工場があってさ、自分の荷物取ったらこれで帰るつもり。ノクティス様、ここ僕たちの家なんです。こっちへどうぞ。ここ私たちが住む家なの。まだ何もないけどね。シドニーさんから聞きましたか？船の修理にはミスリルっていう鉱石が必要です。滝の洞窟の北に行くと湖があって、そこの古代遺跡の中で取れるっておじいちゃんの手帳にありました。タルコットが言ってた湖は
多分ベスペル湖のことなんだけど、モニカたちが調べてみたら湖に続く道を帝国が封鎖してたって。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？エリス、ちょっと外してくれねえか。え？うん、じゃあ中にいるから。さて、船の手伝いはお前らだけでやれんだろう。あ、何それ。ちょっと出かけてこようと思ってる。分かったよ。どうせもう決めてたんだろ。話が早くて助かるぜ。じゃあまたな。